これ本当にめんつゆで味付けした親子丼ですか？でもお店の味みたいですね。すっごいまろやかです。はい、そこにもあの料理の日本酒が関わってるんですよね。今回の親子丼ぶりの味付けは市販のめんつゆに料理の日本酒を足すのがポイントになっていますよ。めんつゆで味をつける方が多いと思いますけれども、それに料理の日本酒を加えてみてくださいね。はい、ではめんつゆだけのものと料理の日本酒を加えたもの比較してみましょう。どっちが料理の日本酒をプラスした親子丼になってるでしょうか？あ、すごい匂いから全然違いますね。こっちの方がすごい出汁の香りがなんか立ってますね。なんか、ああでも僕は一発で分かりました。やっぱりちょっと日本酒の方が匂いにも深みがあるんで、ちょっと食べてみたいと思います。うん、あ、なるほど。やっぱりこう卵もふっくらしてますし、お肉もすっごい柔らかくて、ちょっと高級感があるような、そんな味わいになってると思います。全然違いました？全然違うと思います、ね、同じように作ってこんなに違いが出ると思わなかったんで、うん、鶏肉の旨味とかもなんかこっちの方がしっかり感じました。そちらはどうでしょう？全然違いますね。やっぱりこちらの方がお肉もすごくジューシーな感じがしましたし、卵もふわっとした感じがしました、はい、やっぱりこれだったら安心してプロっぽい味になるということをやっぱり確信できましたよね。はい、ちょっと料理の日本酒を足すだけで味も素材にもお酒の効果が出て、いつもの親子丼が特別な親子丼になりますよ。これは使わない手はないですね。いいこといっぱい料理の日本酒を使ってみてください。自分たちで良さを見つけるのも楽しいですよ。いいこといっぱい料理の日本酒です。